今回の動画では7万人を記念しまして4つご報告があります。はい、こんにちは、ナースケです。ということで今回の動画は、改めまして皆さんいつも動画を見ていただきありがとうございます。ということでタイトルにもあると思いますが、登録者数が7万人を突破しました。ということでですね、ちょっとふざけたんですけれども、めちゃくちゃやっぱり嬉しくて、いつも動画を見ていただき本当に感謝しております。皆さんのコメントだったりとか、これからも頑張ってとか、いつも癒されてますっていう言葉に僕はいつも元気をもらっていて、本当に皆さんと一緒につかめたこの登録者数だったのかなと思っております。僕自身ずっと大きく今年は10万人行くと強気で言っておりますが、心底ビビっております。でもやっぱり皆さんが一緒に応援してくれたりとか、あとは10万人とか言ってるんですけれども、毎日登録者数が増えることに僕は喜びを感じていて、本当に感謝しかないです。いつも応援していただきありがとうございます。ということで今回の動画では7万人を記念しまして4つご報告があります。今後の活動も兼ねてこの動画を見ていただければなと思います。ということでまず1つ目、質問コーナー&リクエストコーナーを開催します。質問コーナー、なかなかやっぱり6万人か7万人までの道のりっていうのが長くて、やっぱりなかなかできていなかったので、新規登録者の方もいらっしゃるということで、ぜひ7万人の記念動画を作りたい、皆さんと一緒に質問コーナーとリクエストコーナーを開催します。ということでですね、こちらのコメント欄にぜひリクエストだったりとか質問だったりとかバンバン書いていただければなと思います。またですね、この後にちょっと自己紹介動画も撮ろうかなと思っていて、改めて僕のことを発信する動画も作りますので、そこでちょっと答えたりもしようかなと思っております。なのでもう気になること、小さいことを何でもコメントしていただければなと思います。また7万人に行きましたので、10万人とずっと僕は頑張ると言ってるんですけれども、10万人行ったらまた大きなご報告もできたらなと思っておりますので、これからもまた頑張ってまいります。これからもよろしくお願いします。そして2つ目、トゥトゥトゥーダーン、ということでシェイプのアパレルが進化します。実は僕こっそりシェイプアパレルというものをやっていたんですけれども、去年の12月から販売が全くなかったんですよね。でなんでなかったかっていうと、コツコツいろんなアップデートに向けて準備をしておりました。例えばですね、こちらの箱に書いてあるロゴ、こちらのロゴっていうのが YouTube とか TikTok とか活動をしているアチアンという人と僕はずっとつながりがあるんですけれども、一緒にデザインを考えて、どういうデザインがいいかっていうのをずっと考えてきました。このロゴの意味っていうのが、パッと見炎をイメージさせるようなロゴなんですけれども、めちゃくちゃ熱く生きろっていう、そういう思いもあるんですけど、ボディメイクとかっていうのを僕が発信していく中で、なぜ体を鍛えるのかというと、自分の理想の体があると思うんですよね。その理想の体って人によって違うと思うんですよ。だからなんで鍛えてんのとか、そこまで痩せて何するのとかっていう言葉も言われることもあると思うんですけれども、僕は人によってボディメイクの形は違うよと、一人一人理想の体があって、その理想の体に正解なんかないんだよっていう思いが込められて、一つの形を持たない炎のロゴっていうのを作ってきました。これがシェイプのアパレルの新しいロゴになります。今まで使っていた字のロゴ、これはシェイプアパレルだけじゃなくて、シェイプっていう大きな組織のロゴとなります。なのでこちらはアパレル専用のロゴになりますので、この新しく使われている流動体、この滑らかな線だったりとか、動画も流れてたと思うんですけど、めちゃくちゃ考えられてるロゴなので、ぜひこのシンプルだけれどもこういう思いもあるんだなっていうのを感じていただければなと思います。そしてこの箱、段ボールを準備するのにもすごい時間がかかりまして、この段ボールがシェイプのアパレルをこれから頼んだ方はこの箱で送られるような形になります。マスクだけとかだとこの段ボールはつかないんですけど、洋服だったりとかズボンだったりとかっていうのを頼んだ際にはこの段ボールで送られることになります。中には謎の QR コードだったりとか、いろいろと仕掛けもあるので、ぜひですね、楽しみに段ボールを届いた際にはそこまで楽しんでいただければなと思います。中にはちょっとこのシェイプマスクとか
もあったりするんですけど、今回新しく発売するのはラインパンツですね。で、先ほどのロゴがしっかりと刺繍で入っていて、まあここも当然シェイプのロゴが入っていたりとか、完全オリジナルブランドのラインパンツになります。僕が今灰色を履いてるんですけど、灰色は黒文字の刺繍ロゴ、そしてチャック付きのズボンになっていて、くるぶし上にしっかりとくるようなラインパンツになってます。なのでトレーニングやられる方とかは、あとはちょっとストリート系のズボンにはなってくるんですけれども、まあ、ちょっとなんかおしゃれにできちゃったっていう僕らしくないですけど、素材感もかなりこだわって、素材何回も取り寄せ直して、もうこれがいいかあれがいいかってずっと考えてた結果、こんな遅くなっちゃったので、ぜひですねちょっと楽しんでいただければなと思います。このラインパンツはこの動画が上がったタイミングで発売を開始しております。なのでぜひですね、この概要欄からアパレルのページにも飛べるようになっておりますので、見るだけでも見に来ていただければなと思います。ホームページも少し進化しているので、こんなおしゃれなホームページナースケ絶対作れんやん、誰かに頼んだやろって思うようなホームページなのでぜひですね見ていただければなと思います。そして3つ目、今後の活動についてなんですけれども、今後僕はやっぱりなぜ YouTube をやっているかというと、僕きっかけで体を鍛えたいって思ってくれたりとか、僕を見てあ学校頑張ろうとか会社頑張ろうとかって思ってくださる、これが僕のやりがいであって、やっぱり皆さんに見ていただいて元気とか、僕きっかけのボディメイクとか、そういうのが一番僕にとってやりがいを感じてやっている意味っていうのを感じている部分であります。なので一番はやっぱり見ていただいている方に距離を近く取りたいっていう思いがあります。なのでこれからは YouTube のコメントをできる限り返信できたらなと思っております。全部が全部コメントを返信できるかわからないんですけど、今まではちょっと余裕がなくてコメントを返せてなかったんですね。なんですけどだんだん活動にも慣れてきて、コメントを返せる余裕が少し生まれてきたので、これからはコメントを返しつつ皆さんと近く距離を保てたらなと思っております。なのでちょっと疲れたなとか、うわ今日なんか誰かにコメントをもらいたいとかっていう方は、僕の YouTube に適当にコメントしていただければなと思います。最新動画にぜひコメントしていただければコメントを返しやすいので、ぜひですねその日の最新動画にポンとコメントしていただければ、僕もできる限り返していきたいなと思います。まあ、この動画はおそらく質問コーナー用のコメントになるので、コメントを全部返すというよりかは動画で返していきたいなと思っております、この動画に関しては。そして4つ目は7月の10日そして11日、10、11でオフ会を開きたいと思います。コロナが落ち着いたらっていう話にはなるんですけど、コロナをちょっと様子を見つつも予定として7月の10、11でオフ会を開きたいなと思います。これも理由は一緒で、皆さんとやっぱり距離を近く保ちたいっていうのと、やっぱり僕きっかけでいろんなことができるようになったっていう方と僕もお会いしたい、僕を応援してくださる方に直接お礼を言いたいっていう思いでこの会を開催します。7月の11日に関してはオンラインサロン限定でこの会を開きたいと思っております。やはり会員さんっていうこともあり、僕も少し特別感を持たせたいなというところもあるので、オンラインサロン限定は11日、10日に関しては人数によってその場その場でイベントの概要っていうのをちょっとずつ変化させていきたいなと思っております。なので10、11日ですね、ぜひですね11日に参加したいっていう方はまだオンラインサロンの方も受け付けておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。夏の一番最初のイベントになると思うんですけれども、そこに向けて体を鍛えるっていうのも結構ありかなと思います。一応やることとしては、交流もそうなんですけれども、ちょっとボディメイクを絡めたこともやろうかなとか、人数によっては一緒に体を動かしたりとか、いろんなイベントを企画したいなと思っておりますので、ぜひですねここの予定を開けておいていただいて、詳細はまた YouTube もしくはインスタの方でもどんどんと発表していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで7万人を記念していろんな発表がありましたが、ぜひですねこれからもナースケフィットネスをよろしくお願いいたします。僕自身もまだまだ頑張ってまいります。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。